江戸時代の三重県には現在の津市周辺で活動した蘇我蕭白、宇治山田にある寂聖寺の僧月仙、そして現在の桑名市にあった長島藩の五代藩主増山節斎の3人の画家が活躍しました。会場には3人が描いた掛け軸や屏風絵など49点を展示していて、独自の視点で描かれた個性的な動物や植物などを楽しむことができます。中でも蕭白が描いた輪那聖図屏風は、俗世を離れて妻の代わりに梅を愛した中国宋時代の詩人の姿を気だるそうに表現していて、蕭白が伝統や権威に対して斜に構えていたことを理解できます。また増山節斎像は1935年に大阪城の天守閣で展示されて以来行方不明となっていた幻の作品で、今回89年ぶりの公開となります。今回の展覧会では蕭白、月仙、節斎という江戸時代に三重県で活躍した3人の画家の作品を紹介しています。この3人の作品がまとめて見られる機会となりますので、ぜひご来館ください。企画展知っておきたい三重県の江戸絵画は12月1日まで津市の三重県立美術館で開かれていて、11月30日には学芸員によるギャラリートークも行われます。